オールオンマイナス4はインプラント治療法である。ポルトガルのパウロ・マロが1993年に独自に開発指定唱しているインプラント治療法。パウロ・マロはオールオンマイナス4コンセプトに基づいたマロークリニックをポルトガルやブラジルなど世界中に展開していた。2011年7月には東京、銀座に進出した。現在はパウロ・マロは マロクリニックから離れ、マロデンタルグループを率いる。日本では、東京、銀座と札幌にマロデンタルがある。虫顎のケースで、CT やパノラマレントゲン上で休止部にインプラントを前入りできる十分な骨量がなく、従来の方法であると骨移植が必要となる。場合でも上顎なら上顎、上顎洞、上顎洞管、下顎なら、外交、音外口管の比較的骨量の豊富な、 V にインプラントを後方部には傾斜前入り、前方部に通常前入りを行い4本のインプラントで交互を作り上げ、手術当日にプロビショナルを装着する治療方法。1日で噛めることがあるが、それは仮の人工場であって、最終的な人工場完成には数ヶ月を要するのは他のインプラント治療と同じである。世界的に知られている名前はオールオンマイナス4であるが、 一部の日本の歯科医師は骨質の良くない日本人に対して1から日本インプラントを追加することがあり、それをオールオンマイナス5やオールオンマイナス6と呼んでいる場合があるが、これは世界に認められた歯科専門用語ではなく一部の日本人歯科医師が使う造語であり、科学的コンセンサスのあるオールオンマイナス4とは関係がない。 オールオンマイナス4手術によりインプラント治療の適用がかなり広がった。インプラントの本数が少なくなるばかりでなく骨移植やサイナスリフトをしないで済むので結果的に手術侵襲や治療費を下げることにつながっている。虫顎後のケースだけではなく重度の刺繍疾患で動様場が存在する場合でも手術中に罰症を行い虫顎後にした上で手術が可能。 もちろん、鋳造して作るフレームでも何ら問題はないが、プロセラインプラントブリッジにて製作された最終補鉄物でも天然場に近い神秘性を回復し、健康な歯があった時と近い抗合力を得ることができる。パウロマロによると、第2、第9子に歯を並べないのが普通なので、抗合力は歯があった時の8割である。上顎の場合、上顎道、 上顎動管の骨量さえも少ないケースが、稀にありオールオンマイナス4でも対応できない場合がある。その場合は、頬骨に在後マインプラント前入りすることによって治療が可能になる。この方法は、後方休止部だけ在後マインプラントを用いる場合は、オールオンマイナス4ハイブリッド、前方、後方ともに在後マインプラントを用いる場合、 オールオンマイナス4エクストローマキシラと分類される。オールオンマイナス4は 15mm から 18mm ほどの長さのインプラントを骨からはみ出さずに前入りする必要があるが、この時にノーベルガイドというコンピューターによるシミュレーションプログラムで作成した手術用ガイドシステムを用いることにより、より侵襲が少なく確実な手術を行うことができる。通常、手術時は 鎮静麻酔もしくは全身麻酔と併用されるので患者は苦痛なく治療を行うことができる。ありがとうございます。